台風がすごい長居してますよね。今週はこの台風様の影響だと思うんですけれども、ちょっと頭が痛いのと眠いので全然動けず、ラジオの録音ができませんでした。お久しぶりです。ピオラジ42回目です。さて、ズツールというアプリがあるぐらいなので、この気候の変動によってね、頭痛がしたりする方とか体調がちょっと影響を受けやすい方ってこの世にたくさんいらっしゃるんだと思うんですけれども、私もその一人でして、特にねこの台風来ると本当に眠いし頭痛いしもうなんか全ては台風のせいと諦めてですね、お昼寝ばっかりしている今週でした。皆さんはいかがでしたか？それで今回の台風、ゆっくりなだけじゃなくてかなり広範囲にね雨が降るということで、なかなかこの地盤が柔らかいところですとか、そういう水に弱いところに通っている電車とかお住まいの方などはいろいろと大変なことがあるんじゃないかなと思います。それでその影響もありましてですね、私今日は本当はすっごく楽しみにしていたオペラのチケットを買っていて、日帰りで大阪に行く予定だったんですよ。なんですけれども行けない新幹線が大阪まで行きません。そして飛行機で行こうかなと思ったんですけれども、もうお席もかなり少なくなっていて、でなんかついね考えちゃうんですよ、出演する人とかそういうスタッフで入ってらっしゃる方っていうのは絶対に行かなきゃいけないから行って、でまあできれば予定通りに帰りたいわけじゃないですか。そういう方々が新幹線から飛行機に変えようと思ったらば席なかったよっていうことも多分ね多々起こるのではないかと思い、私は、あとちょっとねやはり超朝早くて超夜遅いとかなっちゃうと体調的にも不安も出てきてしまうので、諦めてお家からオペラの皆さんに生き量を送ってですね楽しく本番が過ごせるようにとお祈り申し上げている感じになっております。なんかこういう時ってね、いろいろな予報が出て電車がキャンセルになったりした時に、大したことなかったじゃないかみたいなことを結果論でねなんか文句言う人もいて、その気持ちもすごくわかるんだけど、でもやっぱりその大きめに見積もって万が一のことを考えて動くっていうことの方が大事だと思うし、命に代えられるものはないと思ってるので、こういう時はねいい方に外れたらよかったねというふうに思いましょうよ皆さんと私は思っています。この時期はねどうしても台風が来るので演奏会がなかなか行えないなんていうことたくさんあるんですけれども、昨年お亡くなりになった氷森泰次郎先生という指揮者の方がいらして、私はとってもお世話になった、もう本当に一番尊敬している指揮者の方なんですけれども、その先生がですね嵐を呼ぶ男なんですよ。その先生のお仕事の本番の日になるとなんか雨降ったり雪降ったりまたは台風が来ることが多くて
よく雨男とか晴れ男とか言うじゃないですか。もう本当に嵐を呼ぶ男だったんですね。で、ずっと以前なんですけれども、お昼は別のコンサートがあるホールで夜だけ借りて、それでその夜に大きな編成のオーケストラでそのマエストロと一緒にコンサートをやる予定っていうのがあったんです。で、その時がですね、オーケストラがアマチュアオーケストラだったりとかしたこともあって、スケジュールが結構要するに一般の方々のお仕事と被らない時間にリハーサルをしたりとかすることもあるので、前の日も結構なんか遅くまでリハーサルがあって、で次の日本番とかなので、でまたお天気もちょっと悪そうということで、私ホールから実はすごく近くに住んでるんですけれども、そうですね、タクシーで行っても20分とか30分はかかんないかなみたいなところに住んでいるんですが、なんとなく気分も変えたかったし、楽してちょっとこう体を休めたい気持ちもあったので、ホールの裏にあるホテルを取りましてね、でお泊まりしてたんです。で、前の日の夜のリハーサル、私はちょっと早めに終わって、まだ皆さんリハーサルしてる間にちょっと ホールのそばで美味しいものを食べて、さあホテルに戻ってゆっくり寝たわけなんです。そうしましたら本当に台風がすごいことになってきて、雨ざんざん降ってるし、風はビュービュー吹いてるし、でこれはどうなるんだろうというふうに思っていたところですね、そのコンサートの日の私たちの前にお昼間にやるはずだったコンサートが中止になりましたっていうことになって、みたいな。でも夕方ぐらいまでにはだいぶ収まるのかななんていろいろと様子を見て、結局夜のコンサートは行うことができたんですけれどもね、ドキドキしながらホテルの窓からね、嵐を眺めていたのを思い出しました。あとですね、同じホールなんですけれども、それでその時はその指揮者の方じゃなかったんですが、私が仲間たちとやっている和の会というワーグナーの音楽をピアノの伴奏でやるコンサートっていうのがあって、で小ホールの方でね、その時は小さいホールの方でピアノの伴奏でコンサートをやるっていうのがあったんですが、そのコンサートの日がまたしても台風で、でも私たちは裏にいるから知らないんですけれども、お客様からとから聞いた話では、休憩でホールのロビーに出ると、もうロビーに雨情報とか交通情報みたいなのとかがいろいろと刻々とね掲示されていて、で今日は帰り大変そうだなみたいな感じだったらしいんですけれども、それで仲間の、その出演した仲間の奥様が聞きにいらしてる人がいて、でその奥様は打ち上げに出ないで先に帰ってるねって言って、でホールを後にして、で私たちはゆっくり片付けて、まあどうせ電車も動いてないから少し雨収まるまでゆっくり飲もうよなんて言って、いつもよりものんびりと打ち上げというかね、飲みに行って、もう一軒行っちゃうとか言って、どっちみち電車動いてないじゃんとか言って、それでもう本当に若かったですねとしか言いようがないですが、まあもう始発で帰ろうみたいな感じで、結構ないい時間までね、お店屋さんにいて3軒ぐらいはしごしたのかな。それで朝早くにそろそろ電車動くみたい、お天気も回復したしみたいな感じで帰ったら、ちょうどそのコンサートが終わってすぐに帰ろうとして電車に乗ったその奥様が乗った電車が
途中で止まったりとかして、もうずっと電車の中で待たされたりして、ほぼ同じ時間にお家に着いたっていう話を後で聞いてね、だったら一緒に飲みに行けばよかったねなんていう話もありました。というわけで、私も多分そのマエストロを尊敬するあまりですね、多少嵐を呼ぶ能力がついてしまったのかななんてたまに考えたりするんですけれども、でもこういう話はね、まあ後になれば笑い話で済むんですけれども、その時は本当に一生懸命ね、時間をかけて準備して、で大抵クラシックっていうのは1回とか2回しかやれないので、ああもうなんかこの日のためにかけてきたこの労力と気持ちとどうしてくれるんだって思いながら、泣く泣く中止になるみたいなこともありました。まあでも自然には勝てないですよね。地球に住んでる以上しょうがない。うん。でも、今回の雨風で大変な地域では、すごく大きなお店の看板がボンって止めてあった駐車場の車の上に落ちたとかね、いろいろなニュースを映像を拝見していると、大変な思いをなさった方もたくさんいらっしゃると思うので、たまたま私たちの身の回りがそんなに大変じゃなかったからといって、なんか大げさなんだよなんて言えないよなって本当に思います。というわけで、台風で大変だった皆様はどうぞね、一日も早く普通の生活に戻れますように、そして、ラッキーにもお家で平和に過ごせた方、またはいつも通りの生活ができた方は感謝ですね。またなんか次の台風とか来ちゃうのかもしれないけれども、でも毎回毎回、こんな予報とかが出せるし、情報がもらえるのも文明が発達したからで、昔は何も知らずにね出かけて大変な目に遭った方もいらっしゃるんだと思うので、感謝して、で、元気に過ごしていきましょう。ということで、台風大変ですねというお話でした。ピュラジ42回目、最後までお聞きくださってありがとうございます。お相手は池田香織でした。